ん？どうしたんだろう。出てけ、ここは俺たちの公園だ。そうだそうだ。違うもん、この公園はみんなの公園だもん。ねえメイちゃん、シモモちゃん。うん、そうだね、公園はみんなのもの。お前らガキだな、そんなのもわかんねえのか。なんだと？俺たちの方が年上だ、ガキなのはお前だろ。違うもん、リンたちの方が年上だもん。リン、年上。そしてこの人たちは小学3年生だから年上なのは間違いないよ。まあシモモたちが我慢しようぜ。シモモたちの方が精神的に大人だから、お子ちゃまの相手する必要ないます。そうだね、こんなの相手にしてるの時間の無駄。あかべーだ。おい、ちょっと待て。まだ何かよ、私たちも暇じゃないんだけど。あれれ、木の棒持ってるよ。お前ら、このまま返すわけねえだろ。3年生の俺たちを舐めやがって。そうだそうだ。年上の強さを思い知らせてやる。お前らとことんだせえな、武器持って小一に向かってくるなんて。うるせえ、その口聞けなくしてやる。こら！は？邪魔すんじゃねえよ。もしもし、おまわりさんですか？マサ君、これやばいんじゃね？僕たち捕まっちゃうよ。ね、覚えてろよ。そうだそうだ。あれ、何持ってるの？なんでもないよ。助けてくれてありがとうお姉さん。どういたしまして。なかなかやるな、褒めて使わせます。どうも。助けてくれたお礼に、スモモたちが今度は助けてやる。え？いいねそれ、リンも助ける。恩返しってやつだね。いや、いいよそんな。はいこれ。四つ葉のクローバー？うん、さっき見つけたの。これがね、助けてあげる剣。困ったらこれ使えば助けてあげるから。ありがとう。じゃあもらっておくね。じゃあ私は行くよ。またね。またね。じゃねんもねん、また来週。バイバイ。私はさつき、25歳。この公園の近所に住んでいて、在宅でパソコン関係の仕事をしている。それにしても可愛い子たちだったな。でもあの子たちはひどいよね。木の棒で年下の女の子を襲おうとするなんて。きつく叱ってあげればよかったかな。よし、とにかく帰って仕事しようっと。その翌日、早く仕事終わらせないと。ん？あれ、今日は回線が重いな。どうしてだろう。なかなかネットに繋がらない。えい、せい、おい、すっげえまさくん。さすがまさくん。ん？庭から子供たちの声がする。なんでだ？そして私が庭に出てみると、子供たちがゲームをしていた。ちょっと何やってんの？人の家に勝手に入らないで。ああ、いいだろ別に。そうだそうだ。って昨日のババアじゃん。ああ、昨日の子供たち。昨日のことは許してやるよ。その代わりここでゲームやらせろ。許してもらわなくて結構だし、ゲームなら他の場所でやって、公園とかでやればいいでしょ。ここじゃなきゃダメなんだよ。ここじゃなきゃダメ？どういうこと？ここインターネットタダで使えんだよ。マサ君すごいんだぜ。マサ君が適当にパスワード入れたら Wi-Fi 繋がったんだ。名探偵だよ名探偵。ちょっとそのゲーム見せて。は？おい、何すんだよ、返せ泥棒。私の Wi-Fi に繋がってる。あなたたちのせいだったのね、うちのネットが重くなってたの。勝手に人の Wi-Fi を使わないで。は？ Wi-Fi はみんなのもんだぞ、独り占めしようとしてんじゃねえよ。そうだそうだ。みんなのものじゃないの、私がお金払ってるんだから。パスワードを変えてもう使わせないからね。庭からも出てって。は？ちょっと待てよ。
マサ君、通信が途切れてる。本当だ。あいつ許さねえ。俺の本気見せてやるよ。なんか本気見せてやるとか言ってるけど、無視無視。子供なんかに何もできないんだから。30分後。あなたね、マサちゃんたちに意地悪したのは。聞けばあなた、昨日もマサちゃんたちを公園から追い出したそうじゃない？この悪魔め。まあまあ、もっと言ってやってよ。こいつ全然反省してないよ。ええ、もちろん。あなた、今すぐ Wi-Fi のパスワードを教えなさい。そうだそうだ。嘘でしょ。本気を見せるって、お母さんを呼んでくるってことだったのね。とことんかっこ悪いわね、この子。ちょっとあんた、話を聞いてるの？ Wi-Fi のパスワードを教えなさいって言ってるの。教えませんよ。ゲームをやりたいならご自宅の Wi-Fi でやればいいじゃないですか。うちにはないのよ、 Wi-Fi が。ここでしかできないの。減るもんじゃないんだから教えなさい。そんなめちゃくちゃな。減るもんじゃないかもしれないですけど、回線が重くなって仕事で困るんです。だからお貸しすることはできません。ご自宅で Wi-Fi を契約するなりなんなりしてください。もういいから貸して。だから結局その日は帰ったけど、また明日来るとか捨て台詞を吐いてたから来るんだろうな。最悪だ。なんでこんなことに。そして翌日、庭に人影が来たのかな。ああ。こんにちは。お邪魔します。おいしゃ。あなたたちは。自己紹介してなかったね。リンはリンです。シュママはシュママママママナウチ。私はただのメイ。私はサツキ。ところでどうしたの、3人とも。あのね、ずっと探してたの、サツキちゃんのこと。え？この前恩返しをするって言ってクローバーを渡したでしょ。私たちに会えないとあれも使えないと思って探して会いに来たの。そうだったの。何回使うようなようねえか。困ってることとかあったら教えろください。いや、困ってることはあるっちゃあるけど、みんなに言うようなことじゃ。教えてよ。みんたち恩返ししたいの。みん、恩返し。恩返し？それが恩返し。いや、でもね。今日こそ Wi-Fi のパスワードを教えてもらうわよ。今日のママは本気だぞ。覚悟しろ。来た。うわあ、この前の嫌な子たち。ああ、お前ら。もしかしてサツキを困らせてるのはこの人たち？まあそうなんだよね。うちの Wi-Fi を使わせろってうるさくて。なるほど。ほら、さっさとパスワードを教えて。だから。四つ葉のクローバー使って。リンたち助けてあげる。リンたちね、助ける方法知ってるから。え？使うって言って。使う。よし、じゃあとりあえずパスワード教えろます。え？うん、教えちゃっていいよ。いやこの子たちの方がよっぽど利口じゃない。ほら、早く教えて。スモモたちを信じろください。うん。3人とも何を企んでるんだろう。まあダメでも、また後でパスワードを変えるだけだし、やってみればいいか。よっしゃー、つながった。ママありがとう。私にかかればこんなものよ。また何かあったら頼ってね。よっしゃー、お前らやるぞ。うん。10分後。3人とも何かする様子ないし、これパスワード教えただけじゃん。そろそろかな。おい、じゃあリンが切るね。切る？えい！するとリンちゃんは Wi-Fi の電源を切った。よーし、とどめだ！エクスカリバー！いっけー、まさかん！は？嘘だろ？こんないい時になんで？なんで止まったんだ？動け！動けよ、おい！よいしょ。動いたよ。って、全滅してる。せっ
く追い詰めたのに。もう一回やるぞ。1分後。よしよし、順調。じゃあ次は私ね。えい。は？また止まった？ふざけんな、おい。よいしょ。ああ、また全滅してる。ありえない、なんでだよ。もう一回やるぞ。次はイスマンマ。1分後。この調子だ、切れるなよ。今度は絶対に切れるなよ。よいしょ。うわー、また。どうして？また全滅してる。なんで、なんでこんなことに。次はリンね。なるほど、だからパスワードを教えたのね。かなり精神的にダメージ受けてる、あの子たち。前にね、うちの犬塚がやってたの。平次ってのがね、ゲームばっかりして仕事しない時があって、そしたら平次涙目になってたんだ。リンたちも手伝ったんだよ。電源切るたび叫んでてめっさおもろかった。あ、わかった、お前らがなんかしてんだろ。おい、わかってんだぞ、邪魔してるよな。してないよ。動揺しすぎだし、口笛全然吹けてない。パスワードは教えたろ。お前ら待ってろ、またママを呼んできてやるから。うわー、またお母さん召喚か。あらら、ダメだったね。こうなったら最終手段を使うしかないね。最終手段？なんかとっておきの策があんのか。二人とも耳貸して。うおー、なるほどね。それはいいやん。もういいよね。これ以上怒らせたらもっと面倒なことになりそうだし。大丈夫、次は完璧だから。数分後。ちょっと、嫌がらせしてるって何？マサちゃんたちに何してくれてんの？はあ、次 Wi-Fi が切れるようなことがあったら私もブチギレるからね。もうブチギレてると思うんですけど。とにかくブチギレるから覚悟しなさいよ、マサちゃん。しばらく私がここにいるから安心してゲームをやりなさい。ありがとうママ。へへ、俺たちの勝ち。笑ってられるのも今のうちだよ。すごねえ、今度は何をするつもりなの？スモモたちは何もしねえ。え？ああ、そろそろだよ。そろそろ？あ、なんだ、どうしたの、マサ君。あれ、何このキャラクター。誰かが乱入してきたんだ。うわ、いった、攻撃してきたぞ。え、マサちゃん大丈夫？ああ、僕のキャラがやられた。俺のもだ。俺のもやられた。誰だ、誰が乱入してきてんだ。こんなことするのはきっとあいつらよ。ちょっと、マサちゃんたちにまた嫌がらせしたでしょ、ゲームの中に乱入して。いや、してませんよ。だって誰もゲームしてませんし。嘘おっしゃい、マサちゃん。次は私が見張ってるから、あんな邪魔させないわ。ありがとうママ。よし、マサ君、またあいつだ。俺たちを狙ってくるよ。くっそー、ママ止めて。任せて、やめなさいって。え、だから誰もやってませんって。忍耐地ゲーム持ってきてないよ。うん、ほら、どこにもないマイス。じゃあどうして？つえー、また全滅だ。なんだよ、なんでこんな強いんだ。というか、マサ君、このキャラって絶対にあなたたちの仕業。ちょっと家の中を見させてもらうわ。ちょっと家の中には入れませんから。いいから入れなさい。ママ、もうやめて。え？俺たちが間違ってた。お姉さん、お前ら、本当にごめん。ごめんなさい。ちょっと、急にどうしたの？俺、このままじゃかっこ悪い大人になっちゃう。そうはなりたくないからさ、変わろうと思うんだ。うん、変わるよ。変わる。いや、マサちゃんは十分かっこいいわ。いや、かっこ悪いよ。
今のままじゃ平人みたいに強くてかっこよくなれない。ママも今俺たちと一緒でかっこ悪いよ。一緒にかっこよくなろうよ。なろうよ。何よ平人って。本当にごめんなさい。俺たち心を入れ替えるから。じゃあお前ら町のゴミ拾いでもして帰ろうぜ。うん。ちょっとどうなってるの。ママも行くよ。あ、本当にどうなってるの。平次もたまには役に立つね。平次くんすごい。あまり褒めるとあいつ調子に乗る。へへ、さすが平次様だぜ。悪ガキたちを更生させちまうとはな。すでに調子乗ってた。あなたは？さっき話してた平次。平次はね、あの子たちがやってたゲームで YouTube のゲーム実況をしてて、平次のキャラ平人はあのゲームをやっている人たちの間では神なんだって。そう、俺は神。 I am good。 あはあ。その神様があいつらのとこに乱入してチャットで説教をしてやったってわけさ。俺のように強くなるには弱きを助け強きをくじく人間になれと。今のお前らがやってることはとってもかっこ悪い。人に優しく、町に優しく、誰にでも優しい人間になれと言ってやったんだ。神の言葉だから素直に聞いたってわけさ。なるほど。その後あの子たちは本当に心を入れ替えたみたいで、お母さんたちと謝罪に来て、いいと言ってるのにうちの庭の草むしりまでして帰っていった。お母さんを連れ回し積極的にボランティアに参加したりもしてるそうだ。平人に出会えたことはあの子たちにとっても良かったよね。いやー、やっぱり俺つえー。なんでうちでやってるんですか。いやー、組事務所だとよ、犬塚さんって怖い鬼がいるからできねえんだよ。だからといって、というかそういやヤクザでしたね。よし、やっぱりゴッドだ俺様。ごめんね、うちの平次が迷惑かけて。ううん、それよりありがとうね、助けてくれて。人たちの恩返しだよ。おい、助けてもらった恩返しただけ。ついでに平次もそろそろ追い出す。え？また俺崇められてる。あ、おい、俺のゲーム返す。てめえ誰にそんな口聞いてんだ。犬塚さん。これでよしっと。ああ、普通に返してくれるんすね。で、ああ、データ消えてる。嘘だろ。てめえが悪い。仕事サボってゲームばっかりしてるてめえがな。ほら行くぞ。神は死んだ。ニーチェだね。ニンフルーチェ大好き。ああ。